どうも、映画トークチャンネル余計なお世話です。みんな再生してくれてありがとね。私、映画紹介人ジャガモンと斉藤です。このチャンネルは映画にまつわる余計な話を好き勝手に気ままにしていこうというチャンネルとなっております。今回は、待望のですね、最新作でございます。あの続編、エスターファーストキルレビュー。はい、ということで今回は3月31日から公開されておりますエスターファーストキルのレビュー会でございます。ネタバレありの動画となっておりますので、まだエスターファーストキル見てないよという方、ぜひ劇場に足を運んでいただけてから、この動画に戻ってきていただければ幸いでございますので、よろしくお願いいたします。ちなみにですね、この動画、ですね、これは僕2月に今撮ってるんですけども、エスターファーストキル、試写会に行かせていただきまして、ありがとうございます。それで直後に、感想を取っておりますので、もしかしたら公開日のまでの間にですね、いろんな情報とかインタビューが、出てくる可能性がございます。今実際ね、ファーストキルの方の、チラシがないということで、うちの家にただにありました、一作目のブルーレイ飾ってるぐらいですから、まだね、いろいろ出てないことが多いんですよ。なので、この31日までの間にいろいろ出てくる可能性があるので、僕が喋ってる内容で言及してるところとかがもうね、すでにこう、アンサーとしてどっかで出てたりとか、僕の今喋ってるものが情報量として物足りない可能性があるので、それは、あらかじめご了承いただきたいと思います。タイムカプセル方式なので、その辺ご了承いただければ幸いでございます。また本編内でエスター1作目のネタバレもちろん、しますので、まだエスターさえ見てないよという方、すぐ見てください。はい。特にこのエスター、まあ、いろいろ良さでね、いいとこいっぱいあるんですけれども、特に展開の、ひねりと言いますか、そこが非常にツイストがね、効いてるところが、まあ、結構大事だったり、するので、まあ、さらな状態で見た方がいいと思いますので、まだ見てないよと、方、まずエスター見てほしいと思います。はい、よろしくお願いいたします。ということで、今回は4つに分かれていろんな話、4ブロックに分かれていろんな話していきたいと思います。まず最初のブロック目、先にね、お品書き説明させていただきますが、前作のおさらいと自作への、次のね、ファーストキルへの不安と、課題というところ。それで2ブロック目、本編に入りまして、まあ、3幕構成で1幕、2幕、3幕という、まあ、特に今回は、その構成でね、話を順を追って進めていい方がいいと思いますので、そこを、順だって話をさせていただきます。そして3つ目は楽しめるポイント、こういうところじゃないかなーっていうところを、まあ、自分なりにまとめてみました。そして4つ目が、まあ、不満というかね、ここはどうなのかなーみたいな、こうしてほしかったなーみたいなところがありますので、そこも、一応、話をさせていただけたら、幸いでございます。よろしくお願いいたします。はい。さあ、ということで、まず最初にですね、この、エスター、ね。2009年でございます。現代がオーファンということで、孤児という意味ですね。ジャウム・コレット・セラという監督、が担当しておりまして、まあ今ね、この監督はジャングル・クルーズとか、ブラック・アダムとか、いろんなね、商業映画、やってますので、まあこのエスターがね、やっぱりかなり良かった。まあ、老人形の館とかもあるんですけども、エスターがかなりやっぱりね、工業的にも、評判的にもですね、まあ未だにやっぱりね、好きなホラー映画とか、怖い映画でなってくると、エスターってね、やっぱこうおすすめでよく上がってくるようなね、感じでございます。で、またですね、このダークキャッスルプロダクションというところが、制作をしてまして、まあ、近年ね、一番、まあ、大手というか、グーグーはさ、ブラムハウスなわけですけども、一作目これワーナーさんの、配給で、やってるんですけども、実はファーストキル違う、配給さんでございまして、ハピネットファントムスタジオさんが、やってるんですね。まあ、珍しいなというか、まあ、よくあるんですけども、なんでだろうねっていうね。うん。ワーナーさんでそのままやってなくて、まあ、もう、まあ、いろいろあんのかな。まあ、この何年も、まあ、2009年ですから、いろいろこう経ってからね、やってるので、いろいろ権利問題とかいろいろあったのかもしれませんが、まあ、一個残念なのは、ってことは、円盤ね、ブルーレイで2枚組とか、ボックスは出ないってことですよね。エスターファーストキル、2作、まあ、なんなら4枚、ボックスとかね、それは出ない。まあ、もともと、作る気があったのかわかりませんけども、出ないというところが、残念なところでございます。はい。で、この2009年の、まあ、エスターですね。これはですね、やっぱり、先ほどから何度も言ってますけれども、物語の終盤の、まあ、ツイスト。まあ、ここがまあ、特に薄美なんじゃないかなと思います。特にですね、このエスターという作品は、まあ、このね、この子どこか変だ。ね。で、ファーストキルは、この子やっぱり変だ。でしたっけっていうね、キャッチコピーで、ずっとエスターの正体を知らない人視点で、10年以上にわたってキャッチコピー書いてるところがいいなっていうね。ずっとエスターのことを見ながら、この人変だなって、10年以上ずっと思ってる人が書いてるっていうのが、まあまあグッとくるなってところなんですけども、いわゆるオーメンのパロディ的なね、ブランコの場面とかもあったりしますけれども、オーメンの、見てない人でもなんとなくこのね、概念というか基礎知識の中で、なんとなくこう子供がやばいってなってくると、悪魔の子なのかなみたいな、とか取り憑かれてるのかなとか、やっぱりそっちにどうしても考えていってしまうんですよね。あとはもうホームアローンのケビンでもいいんだけども、子供でなんか変ってどういうことだろうみたいな、こう、推理妄想みたいなものが、やっぱり前半、そして中盤にわたってずっとこうね、クライマックスに至るまでこれ、何の子なんだろうというこの不気味さ、というところがですね、やっぱりこう、興味の持続というか物語を引っ張る上で、うまかったですし、で、このネタバラシのところで、子供じゃないってね、おばはんって言っても僕と同い年ぐらいなんですけれども、で、中身がそうだったという、女の人、ね、普通の大人の女の人だったという、まさかの展開。そしてですね、ホラー的なこのね、監督の、ジャウム・コレット・セラーさんの手腕ですね。ホラー的な演出のこの見せ方とか、が、やっぱりうまい。鏡のね、ミスリードのところもうまいし、終盤でのクライマックスのこの化粧がね、落ちてしまって、泣いて落ちてしまったエスターが、まるでもう老けた顔、もう急激に老化してしまった浦島太郎みたいな状態で、襲ってくるというところが、演出ってこういうことだよねっていうね。そういったところでやっぱうまいなーっていう気が、しますよね。あとはその、ファーストキルでもありましたけども、ブラックライトのね、使い方、彼女の二面性、別の明かり、別の視点から見ると全く違う一面が見えてくるみたいな構成みたいなところも、うまいっとなってくるようなね、やっぱりそういうそのジャンプスケア的なところもそうだし、演出見せ方としての、うまさみたいなところも際立っていたのが、2009年の、エスターでございました。しかしですね、じゃあこれを続編をやる。実際エスターで最後死んじゃうし、ブルーレイに入ってる別のエンディングっていうところだと、生きてて、ズタズタになったエスタがね、階段から降りてきて、みたいな、エンディングもあったり、するんですけれども、この、前日譚というか、エピソード0という形で、やるってなった時に、どうするんだというね、ことになってきました。イザベル・ファーマンというこのアナベルじゃない、エスターを演じたイザベル・ファーマンも、カムバックするっていう風なね、話にもなって話題にはなってましたけれども、要は、このツイストというところがね、みんな、いろんなお客さんが、観客が見て衝撃的だったところ、このハクビがもうバレちゃってるので、要は、諸刃の剣をやっちゃってるんですよね。振り下ろしてる状態で、どうやって、これ面白くするんだろうっていうところが、一つ、課題になってきました。中身は大人、外は子供っていう、コナン的なもう、ネタバレはされちゃった上で見るエスター、どうなるんだっていうところが、今回の、ポイント。そして、評価が分かれるところなんじゃないかなという気がしています。はい。ということで、2ブロック目に移っていきます。第1幕、第2幕、第3幕っていうことで、なんとなくね、順を追って話をしていきたいと思います。はい。まずですね、このタイトルね、ファーストキルって聞いてたもんですから、僕は見る前にちょっと嫌な予感してたのは、これ、90分ぐらい殺さないで誰も、最後に殺してファーストキル、エスターファーストキル、オーファンファーストキルって入ってきたら、かっこいいかもしんないけど、地味映画か、みたいなね。近年で言えばホアフェニの、ジョーカーじゃないけども、成り上がりの、なっていく映画。007のカジノロワイルとかでもいいんですけども、最後に彼女が目覚めたっていう感じで、要はオリジンストーリーですよね。オリジンストーリーだったとしたらなーって思って見に行って、1幕序盤で、よかったとね、よかったなー、もうそこでよかったなー、ファーストキルじゃないじゃんっていうね。で、やっぱり冒頭で病院ね、一作目の聖書のところにも反抗されてた精神病棟ですかのところ、もう治療されてるところで、もうですね、扱いがもうマイケル・マイヤーズなんですよね。もういなくなっちゃったなって言った瞬間、ボタンパッて押して、ブーブーブーって点滅なんかしちゃって。で、新しく赴任してきた、女の人がね、エスターに、部屋でね、会うわけですけれども、そこからまず安心ですよ。ああ、いっぱい殺してくれるんだっていうね。命の重さ軽そう、嬉しい、みたいな。やったみたいな。いけいけみたいな感じの。で、もう早々に彼女は天才的な詐欺師であると。で、ホルモンのバランスどうのこうので、一応エスターファーストキル、たまたま入っちゃった人にも親切のように説明が、入っている、流れで、もうエスター、お箱芸が、もう目白押しですよね。E.T. のとこね。E.T. でしたっけ ?E.T. かなあそこも、まあ、一作目のね、女の子、ね、妹の女の子を手なずけていく、まあ、詐欺師としての、人を操るというところで、E.T. でも発揮されますし、飛行機の中で、トイレにね、行ってお酒ガーってかっくらって、何かパパに会いたいよって、みたいなね。あ、もう暴れてくれなきゃエスターだもん、みたいなね。これはもう前作でもストレスがかかるとトイレに閉じこもって大暴れしたりとか、なんか、この、チョーカーをね、こう、廊下でこう外れそうになった時に、あーってなったりとか、そういったところ、でもね、ありました。またですね、歯医者さんを嫌がってるとか、このね、取れるやつとか、あと心理カウンセラーをね、騙そうとして、みたいなところ。まあ、この映画はあれですね、心理カウンセラーちょろいっすね、みんなね。はい。あとはもう、セックスを見るところ。まあ、あそこのね、エッチの場面は、もうちょっと長めにね、やっぱこう、もっと長めに、もう完全にそういう交わったとこでをじっと見てるの気まずさがちょっとなかった。まあ、これはね、もうバレてるからいいのかっていうところもあったりしますし、まあ、あと新しく家に行ったところの旦那さんね、お父さんにも恋をしちゃって、みたいな、こと。そして刑事を殺したりとか、家まで行ってねっていう、そういうですね、よ待ってましたみたいなエスターの手口。よみたいな、この一作目で見てたよみたいなものが、もうかなり一幕目で一気にこう、ダダダダダダッとやられてっちゃう。まあ、接待ですよね。はい、これが見たかったんでしょっていうのが、もう殺すし、今見たお箱芸もいっぱいやってくれると。で、ここまでが一幕目だとしたときに、なるほどと、ああ、まあ、おなじみのエスター、ああ、踏襲してくれてるんだな、やってくれてるんだな、という、まあ、サービス精神嬉しい、エスター見れた嬉しい、イザベルファンも見れた嬉しいっていうところで、とどまってくるんですよね、気持ちが。で、これ、刑事殺しちゃったけど、どうするのというところから、二幕目も対立のところですね、が際立ってきます。刑事を殺した後、なんで私が、エスターじゃないって分かったの母親にもバレてないのに。たら警察官が、いや、母親にもバレてるぞって言った目の先には、乗っ取った、パラサイトしたですね、お母さんがいて、銃をパン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 と。で、私のね、仕事はいつも子供のね、やったことの、尻拭いを、みたいなことを言い放って、親と、あれってなってくると、ここで発覚するのが、お母さんが、実は本物のエスター、真のエスターを、初代エスターと言いましょう。初代エスターをもう殺していたと。で、どうやらその息子、フェンシングのバカ息子ですね、やりすぎたせいで、どうやら、まあ、事故死というかね、殺してしまって。で、マンホールかなんかね、穴にこう落として、もう隠蔽してたということが発覚するわけです。で、ここでですね、やっぱり僕は、このいろんな映画の前日譚映画の中でかなりいいじゃんって思いました。っていうのも、エスターというこの作品の構造に期待していた後半のツイストっていうことを違う形でファーストキルもちゃんと今回もやってくれている。それは、エスターの二面性というのも分かってますから、そうではなくて、お母さんの二面性というところ、なんなら息子、家族の二面性というところが、あらわになってくる。でですね、さらにそこに、いいのが、共犯関係になるんですよね、お母さんとね。そこがやっぱいいですよね。で、もうまずは心理カウンセラーを騙しに行くわよなんつって言ったりするわけなんですけれども、共犯関係になる。かつ、またかよって感じですけども、お父さんがね、一番愚かというかね、何も気づいてないっていう。で、彼にだけ向けて、二人、まあ、息子と母親、そしてエスターが、まあ、演技合戦をしていくという、面白展開になるわけでございます。で、これがやっぱりまあ、エスターならではだな。確かに今思えばエスターって演技達者な人じゃん、みたいなね。めちゃくちゃ演技、作り込みすごい人じゃん、みたいな、ハッとするような。で、この演技合戦が、なんかダークな三谷幸喜みたいなね、ちょっと暗いコメディのような、ものを彷彿とさせる、ちょっと笑っちゃうような、展開も見せてくれるという感じがします。まあ、心理カウンセラーまずちょろいなーって感じもしますし、息子がね、ビンタされたりとかもありましたけども、お母さんからね、ああ、これから旦那と一発かわしてくるわ、みたいな、あなたが来てからすごいのよ、みたいなことを言って、ちょっとこう、ウーマンウォーズ感というかね、女の修羅場感。これも確かに一作目にあったよなーみたいなね。あったというか、あったはずだったなーっていうね。一作目は最後の最後で、旦那をね、お父さんを誘惑してキスしてみたいな、愛してるっつってそういう意味じゃないみたいなやりとりが、ありましたけども、今回はちゃんと女同士がバチバチやってくれるというね、のが、やっぱり素晴らしいよな、という。そう、確かにそっか、そういうことにもなっていくのかっていう。前の、その一作目にあったであろう構造、対立構造みたいなものを二作目で違う形で浮き彫りにして、そっか、女の戦いでもあんのかこれって気づかせてくれるところも楽しいし、まあ、ネズミのところのね、薬の心理戦も、あったりとか、あとは、駅での追いかけっこ。ね、お父さんが行った瞬間にもう契約終わりよみたいなところがあって、で、車で走って行っちゃった、あ、車運転できるんだとか思ったらね、パトカーが来て、バレないのかなと思ったらエスターでしょみたいな感じで恥ずかしいみたいな、ところがあったりしますね。そして3幕目に入って、まあ、いよいよ解決に向かっていくわけなんですけども、まあ、これはもう1作目からも言われてました。前の家でね、放火が起きて誰かが放火したかはわかんないんだけれども、とか、1作目の時に壁に描いていたブラックライトを当てる絵っていうところで、まあね、あそこもね、エッチな絵が描いてあって、彼女の性欲みたいなもの、発散できない性欲みたいな、規制みたいなものがね、増していた場面でもありましたけども、あそこにも書いていたその家の火事で人がこう燃えていくみたいなね、あそこにも繋がっていく。またその室内のドールハウスが、この燃えていくね、表現とかも良かったですし、フェンシング野郎が、やっぱ棒ガンでね、一発やられちゃうインディー・ジョーンズ・レイダースかみたいなね、感じのところも、良かったですよね。はい。で、女の掴み合いでね、ボン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 バンバンガンガンやり合う感じとかも、やっぱ最高で、そこにお父さんから電話かかってきて、みたいな、まあ、そこですよね。今回のファーストキルのハクビというのは。やっぱりそのお母さんの二面性があったっていう前作にもあったツイストみたいな、人間の二面性みたいなところのツイスト、からの、やっぱ演技合戦というところでの暗い三谷幸喜が良かったんじゃないかなという気がしています。そしてこの3ブロック目、楽しめるポイントというしましては、まあ、今思えばね、警察が、アナベルって言っちゃうね。ごめんなさい。エスター見つけたよっていう風に、夫婦のところに行った時にね、お父さんが階段上がってって、どうしたって話を聞いた時、お母さんが下で、はって顔してるんだけど、今思えばですよね。今思えば、あれは、つまりその死体がね、エスタの遺体が見つかっちゃった、みたいなね。私やばいかも、みたいな。いよいよ無所かみたいな。そっちだったんだ、みたいなのが。分かったりとか、2回目見たらおもろいだろうなーって、その、エスカレーターで、お母さんがエスターを迎えに行って、エスカレーターでこうバーってこう降りてった時に、お父さんとね、息子が待ってる時に、あ、私の方が緊張するわ、死にそう、みたいなこと言ってて、これはやっぱりそりゃそうだよな、だって殺してんだもん、みたいな。やっぱりね、で、その前のその写真を見せてとかも、やっぱお母さんがどう思ってエスターにね、絡んでたのかみたいなところを、もう一回見ると面白いなーとかね。あと、二面性の演出ですね。まあ、ブラックライトはね、一作目、まあ、ファーストキルのお父さんのことを好き、相当影響を受けて書いたんだなとかね。これ、要は、隠れて誰にもバレない状態で、絵という形で自分の欲望みたいなものを、書いてですね、発散できるというね、ツールを得たというファーストキルだったわけですけれども、このブラックライトの二面性。まあ、これは絵も、お父さんが描く絵もそうなんだけども、指紋でね、指紋のところでもブラックライトちゃんと使われてましたし、あと冒頭でその病院のところに入ってきた時に、赤のね、赤いライトが点滅していくっていうところで、の二面性みたいなものが、やっぱり随所で強調されてます。あと、ラストの鏡ね、やっぱりその映し鏡になってわーっと奥までわーっと無限に続いてってという、その、まあ、エスターの複雑な人格構造といいますか、そういったところの、もう、フラッとですね、スラッと入れてるところも、面白いなと思いました。あとはやっぱりこのラストのポイントとしては撮影方法ですよね。イザベル・ファーマンが、演じてるっていうことで、まあ、もう10年以上経ってますから、まあ、顔も成長してるわけですよ。で、もちろん見ると、あ、成長しちゃったなとか思うんだけども、メイクでね、お化粧でなんとか、ごまかしてたりするんですが、よく見るとやっぱね、後ろで、エスターがこう走ってるたりするところ、まあ、最初の病院に受け出すところとか特にそうなんだけど、は、引きで撮ってる。お母さんにピアノからね、大使館でお母さんのところにわーって抱きつくところの、走っていくところとかちゃんと引きで撮ってて、別のイザベル・ファーマンじゃない女の子スタンドインで入れてるんだろうなとか。で、並んでる時は引きでは取らないんだよね。そのみんな、エスターが、イザベル・ファーマンが対峙する役者さんが箱馬に乗ったりとか、ブーツ、厚底ブーツを履いたりとか。あとはその、スポーンのやつじゃないけど、もしかしたら、イザベル・ファーマンがね、膝曲げて動いてんのかなとか、その、寄りとか引きとかで、取り方とかをかなり変えてるところっていうのはやっぱり、見てて面白いというか、あ、これ撮ってんのかなみたいなね、そういう楽しみ方が、できるんじゃないかなと思います。はい。まあ、で、最後のブロック、まあ、不満というかあれなんですけど、まあ、好みは分かれちゃうかもなとは思いましたね。ホラーじゃないので、ハロウィンシリーズと一緒で、ちょっと、まあ、エスターの一作目がね、まあ、歪な展開だったっていうのもあるんですけども、やっぱりちょっとバトルもの、やばいやつにやばいものをぶつけるんだぜ方式の、バトルものに移行してしまったこともあってですね、若干、その、ホラー描写という意味では、ジャンプスケアもないし、人間の怖さみたいなところはね、もちろんあるにはあるんだけども、あんまりその、怖いっていうところの強調みたいなものはなかった。だから、ジャンルがかなり変わってしまったので、そういう意味では、ちょっとその好みは分かれてしまうんじゃないかなという気が、しております。はい。まあ、ただですね、僕といたしましては、例えばその、まあ、ロシアからこうアメリカに移動してね、違い保険だから、ロシアからのね、捜索願いというか、手が伸びなかったんだとか、そのエスターという名前でこう、戻ってきてる分ですね、捜索願いというか、その何？ロシア側からは捜索難しいっていうところとか、その DNA 検査とかね、すればいいのにとか思うんだけど、最初は思ったんだけど、しない理由は明確ですよね。やっぱお母さんが、なんていうのかな、その、バレちゃうからね。バレてしまう。エスタじゃないっていうことが、なってしまうとわけわかんないことになっちゃうので、そういったところも実はうまく、やってますし、あと一作目からやっぱり踏襲されてるっていう意味で言うと、その、夫婦仲がやっぱ倹約になって悪い状況になった時に、前作では孤児という形でね、引き受けたわけですけれども、そこにエスターがやってくるという。で、そのエスターが来たことで円満になって、その、性生活みたいなものも充実し始めると。それが皮肉を効いてるし、その充実した性生活を見てエスターがまた燃えたぎっちゃうみたいな、そういうところはね、非常にこう、続編感もありました。はい。なので、僕はかなりね、この前日探系の映画の中では、かなりうまくいってました。僕好きな方。大体やっぱり、やっぱ尻すぼみになっちゃうというか、エピソード0はやっぱりとか思っちゃうんだけども、そんなことなくて、やっぱりこれは、その、エスターファーストキルという映画の構造、ツイストを聞かせる構造というのが、一作目のエスターとちゃんと踏襲してんだよね。一作目のエスターのツイストを聞かせるっていうことをちゃんと同じ手口でというか、同じびっくりをさせているというのが、やっぱうまいなっていうか、ちゃんとした続編だなと思いました。だから前日譚なのに、なんか続編の風味さえある。やばいやつ一作目で描いたから二作目で、じゃあやばいやつにやばいやつぶつけてみようよ、みたいな、ニュアンスが見て取れたので、非常に僕は、楽しむことができました。なんならね、エスタースーパーファーストキルつって、もう一個前のロシアでの殺しとかも、やれんじゃねみたいな、そしたら三部作だし、みたいなこともね、ちょっと考えてしまった、作品でございました。はい、ということで皆さんはね、どういう感想を抱いたでしょうか？はい、ということで皆さん、本日も見てくれてありがとうね。